藤ヶ谷大輔ハッピーバースデー企画ー、めっとうございます。ありがとうございます。6月25日はガヤさんのバースデーということで、はい、先月の横尾さんのバースデー企画に続いて今月も行きたいと思います。はい、おはようございます、はい、おはようございます。前回はクイズ横尾渡るそうやってたということで、今回はじゃあ何をやるんでしょうか。今回でもさ、どうメンバーから見て俺のイメージというかさ、俺の好きなものというか、好きなもの、好きなもの、好きなもの、あ、ほぼ専門です。ジーンズ。おお、あ、ジーンズ。もうちょっと大きい声。ジーンズ、デニム。あ、そうです、そうです。そうなんです。デニムということで。今日もね。そう。私がコレクションで集めてるものとか、普段着てるものの、うんうん、このデニムっていうのはちょっとね、見てくださって皆さんにちょっと紹介したいなと思います。あ、そうですね。そうだ。そう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 。まずちょっといいですか。はい。早速ですけども。お。あ、今履いてるやつってことか。そう、これはですね、味が出てる感じがする。これはいわゆるですね、37モデルと呼ばれる。37?1937年の。へぇ、我々大先輩その37。そう、だからもう87年ぐらい前か。え、これをね、うん、あのヒゲっていうの、ここ、うん、前のこの感じ、うんうんうん、ヒゲ、うん、これヒゲがすごいのと、あとこの後ろはね、これ蜂の巣っていうんだけど、そう、関節のここの血の巣。あ、はいはい、そうだ、これはだからもう元はなくて、あ、ベース元々ないの。そう、元々もともとないんだ。マッコンっていう紺のデニムの色を作業着として履いてた方のシワなんだ、ここ。マジ、あ、しゃがんだ時とか膝曲げた時につくシワみたいな感じ。そう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 。え、デニムって作業着の。そう、あの元々作業着や、炭鉱とかの。うーん、そう、そう。でも今の人はさ、こういう加工したデニムもあるよね。そう、これはだから要は自然、自然にこうなったんだ。加工じゃない。すごくない？すごくない？すげえ。俺の中で一番持ってる中で古い。え、それ初代が入ってたってこと？そう、誰かが作業してた。はあ。はあ、作業してたやつなんだ。加谷さんの前の人も誰か入ってたの？いや、多分それはないと思う。その後に、だからもうね、炭鉱から要は砂だらけのものを出てくんだ。要はあの金の炭鉱とかから掘ってくる。デニムが出てくるの？そう、作業着だから。え、どういうこと？それ履いてた人はそこに捨ててったってこと？そう、なんかもともとはあの家で履いてきてもよかったの、作業着だから。でもその金掘ったりするじゃん、うん、あ、そうすると金やっぱお金になるから、ポケット入れてそのまま家に持って帰っちゃう人が増えちゃって、じゃあ作業場で着ましょう、着て脱ぐ、っていうので、まあ、着たり脱いだりしてたら、その炭鉱がやっぱ時間が経ったりとかして崩れる。そうすると土の中にデニムが埋まってるじゃん、作業。なるほどね。で、それを掘ってきたらこう土の、やばくないですか？めっちゃ歴史あるじゃん。洗った時色が落ちるとこういう風にその人の履いてた、そう、履いてたのが出て、全然知らない。そう、かっこいい。他にもさ、まだまだあって。ちなみにそれっておいくらでしょ？俺さ、嫌いだな、そのすぐ値段聞いて。いや、でも気になるわ、気になる。あの、俺はあの好きで履きたくて買う、うん、うん、もちろん資産でもちろん持つ方もいらっしゃる、うん、今、たぶん100万円で買ったとしたら、うん、それ10年後にも100万円の値段が上がってるから買おうっていう方も、うん、まあ、それはそれで一つの考えとしては、うん、まあ、いいと思う。もちろん時計に似た感じ、そう、俺はやっぱ好きで買う、うん、でこれはだから当時、2016年で80万ぐらい。マジ？それマジ？でこれ芸術品なの。もうなんか金より高いんじゃない？あの骨董品みたいなもの、あ、それの履けるものって感じかな。でこれは37モデル。いいね、なんかみんな盛り上がってきてる。いや、面白い。いいじゃん。だから今日ちょっとね、コレクションを家からね、うん、あの、まあ、一部だけ持ってきたの。見たい。っていうのと、さっきプロデュースって言ったでしょ、うん、まあ自分でもなんだけどさ、俺と言ったらちょっとなにわ男子、大橋君、はい、プリンク、プリンクイメージあるよ、うん、そんなない。どういうこと今、アウトマークからそんなない。大橋君と仲いいんだ。大橋君と仲いいけど、プリンと仲いいでしょ、うん、ってことはプリンのグループはなにわ男子ってことは、なにわ男子だ。ちょっとゲスト呼んでるから。え、デニムをちょっと持ってきてもらっていい？あ、すみません、デニムお願いします。はい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 。え、はいはい、どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもすいません、なにわ、おはようございます。なにわ
ど、まあ当然この YouTube でキスマイなんのこのみんなフラットな普段のなんか感じいいんですけど、ヘアセットガチガチに固めた俺が恥ずかしい。ガッチリジャケットパーマネント当てて当ててパーマネントも当ててコンブレのこれも来てちょっと清掃して、まず二階堂の顔見た瞬間やられた思った、めちゃめちゃ寝起きの顔やないか。めっちゃ清掃気分ほんまにもう何でそんなに見てるんですよ。そりゃそうや、上だけは変わってないですね。上は変わってへんね、あと芸風も変わってへんから。何年ぶりですか？1年ぶりぐらい。だからもう改めてちょっともう座ってちょっと本当に、いやだからもう言ったらもう2年ぶりぐらいちゃう。そうですね。そんなになります。いやそうそう、なんでもちゃう。っていうのもだから自分でね、そのまあ誕生日企画、そうや、どうですかって、そうそうそう、あのスタッフさんに言われた時に、はい、なんか俺の中で少年クラブプレミアムをやらせていただいた時の、確かに、あの岡田さんとの、そうや、あの感じの空気感すごく好き。いや楽しかった。でまあ絶対岡田さんにいらしてくださったらメンバーも喜ぶだろうし。いや嬉しい。そう、それをなんか久しぶりにあの空気感をやりたいなと思って。いや嬉しい。嬉しいわ本当にね。メンバーにもサプライズで。いやだからもう今回そういう誕生日企画、はい、前回は横尾さんもやって、はい、もうこれから誕生日の時は俺が来るわ。まず大会マジそうそう、誕生日の時俺が来る、今言いましたよ、言いましたから来るよ、誕生日時やから別に毎週毎週は別公演、誕生日時は毎回来てあの空気感をこうやっていこうや。嬉しいです、はい、あのその前にいいですか、はい、いやいや岡田さんが来ると思ってない、対戦モデル、え急だな、対戦モデル、対戦モデルの知事でございます。対戦モデル、対戦モデル第1次とか、ね、これはもう期間で言ったら第2次世界大戦の次もう後日やってくれもう俺がどんな立ち振る舞いしていいか分からん、一番真ん中におる人間がすごい目を泳いでるの。キョトンとしましたね。キョトンとしだしたから、これは後日、ファンの皆さん後日じっくりやりますんで、ちょっとお願いします。やんないよ、後日やらないです、答えじゃない、うん、あのやらないよ、対戦モデルちょっと聞きたかった。いやそれも後日、後日多分メンバー興味ないでしょ、知ろうとしてたところだもん。いやそれはそれは後日、やっぱなんか気になるでしょ、気になる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 から、マジで。じゃあなんとこれは草薙さんにいただいた品、これは対戦モデルのネームでございます。綺麗、第二次世界大戦の42年、45年の、草薙さんが履いてたもの、草薙さんが買ってくれた、履いてらしたものを、なんかドラマでご一緒した時に、ちょっとこれ履いてみてって言われて、履かせていただいたら、うわぁなんか俺より似合う、これあげるって。いやなんでそんなに綺麗なんだろう、ね、だからその蜂の巣とかないの、ないの、綺麗、リーバイスの入ってるね、そうなんです、赤、うわ赤、これがあのタブル、草薙さんの名前出た瞬間いきなり静かに、草薙さん言われて瞬間にそれがちゃんと仕事モードになるんで、これはちょっとこうお遊びモードはさておいてよ、これは、いやだからそれ草薙さんも、いやいやでき、草薙さんの名前出したらおいおいおいはできへんわ。いや俺それかなと思ったらなんか、いやそりゃそうや、そりゃそう、草薙さんの名前出したらそりゃおいおいはできへんもん、それ聞きようとしちゃう。今日はやっぱ岡田さんに来ていいですか、これはまだやるんだ、後日これまだちょっとやりや、わかんない、いやそれはもう聞きたいや、聞きたいよな、そのか草薙さん以外にも、もうだ、待って、それ決めてほしい、今日デニムやるか、はい、岡田さんのやるか、どっちか決めてほしい、多数決は、まあ、でもせっかく岡田さんも来たし、はいはい、せっかくだからデニムやりましょう、こらさっき言ったように自分でそのプロデュースをさせていただくってなって、はい、まあ、このほら、まあ大喜利というかね、岡田さんと、はい、あやらせていただいたの、空気感めっちゃ楽しかったじゃん、怒られてたわ、ね、1周目はボケのあかんで、違う違う、あのポケット突っ込んで、そうあのテープチェンジしてくれ、うん、全然キスマ、あの1周目あのボケてんやんやつやねやめやめ、いやそれで、それ俺も頑張って一周目からボケてパーって出したら、なんやねんその答え、あのほんまにな、やめて、この芸風でこのさっきのスタンス最低やお前全然実践してへんやないかになるから、ほんま言うな、ダメですかこれ、なんかほんま分かるやろ、ほんでさっきな、ちょっとまあ事前に打ち合わせしたんだけど、ほんとにまた、ほんで俺のラジオ聞いてんねん、もう知ってんやろ、だから岡田さんとね、なんかこうしました、アンタッチャブル柴田君とラジオやってんのよ、文化放送で、なんか岡田さんのことちょっともうちょっと調べたいなというか、それでいろいろ調べたら、あの柴田さんとラジオをね、文化放送でやられてるとか、そう、そのラジオ面白くてさ、聞くようになったんだけど、オープニングトーク全然用意しないで
あの芸人が憧れてラジオはみんなやるや、うん、な憧れやラジオなんかテレビよりもむしろ自分のパフォーマンス出せるラジオ、うん、芸人史上初オープニングトークほぼ手ぶらで見せかけてるだけじゃないですか、うん、って思うでしょ、俺もそれ思う、うん、準備してくんなんてダサいやろって、うん、そうでも話聞いてると、まあ、浜松町に行くまでに思いつくだろうと思って考えていくと、もう浜松町らしい結果マイクの前ですっぱだか手ぶらどころやね、すっぱだか、なんも聞けないっすね、いつ始まるんだよ、ね、もういつ始まるんだよ、もう始まるんだよ、やろうやろう、行くね。さあ、それでは早速あの懐かしのコーナー行きましょう。キスマイプッツ、これ何の番付でしょう。出た、そう、ちなみに番付やりたいと俺言ったけど、中身は俺知らない、うん、あ、そうか、あ、知らない、こっからは知らない、はい、なるほど、こっからは私が全てスタッフと打ち合わせで、懐かしい、いろんな番付、どんなありましたっけ。いや、だからもう当然改めてこれね、初めての方もおるかも分からんけど、いろんな番付テーマで番付をつけてるんですよ、はいはい、ほんで結果まずその順位だけ見て、これは何のテーマの番付だというのは、あ、そういうやつ、そういうやつということで、それでは早速最初のまず順位ね、番付見てみましょう、こちら、うん、え、うわー、なんかこういうの懐かしいな、じゃあほらマネージャーさんに聞いてもらったから、今回はキスマイのマネージャー陣アンケート取っております。1位千賀、2位二階堂、3位宮田、4位藤ヶ谷、5位玉森、6位横尾、うん、だからどうなんでしょうね、まあ何の番付なのか、なかなかこれもまず難しいね、これ難しい、俺らのやつですか、何やマネージャーに聞いた、マネージャーに聞いた、何マネージャーかって聞いてるの、全マネージャー、全マネージャーに聞いて、ほんでこのテーマで、ほんで票数で、数えたところ1位一番多かったのがもうセンちゃん、ほんで一番票数的に少なかったのが横尾さんよな、うわ、これでもいきなりちょっと難しいんじゃん、テーマによっては1位の方がいいのか、そういうことや、そういうことや、そういうことや、だからなんか皆さんが思い当たる節でセンちゃんと横尾さんが真逆のことやな、そうですよね、はいはいはい、でもだから1周目はボケなきゃダメ、いや、もうええやんそれ、僕ら学びました、よくよく学んだとしてもそれを口に出したらハードル上がるからな毎回言うけど、ほんまに、ちょっとなんか全然かな、ね、最近こういうのやってるの全然出てこないいや、わかる、ちょっとそういうのが離れるとな、その脳がちょっとね、やってないやろ、はい、もう一回やらんとあかんで、こういうやつを、はい、行きました、なあ、書いた、行こう、2回で行こう、1位せんちゃん、6位横尾さん、一体これ何の番付、麻婆豆腐の豆腐だけを、いや、最低やなおいあんだけ食べ、器用だから器用だな、頼むな頼むな、もう、まあ、残すか残すか、俺頼むな、もうそんなんやったら、はい、あ、宮地、宮地号、車で移動してるときうるさい順、あーあー、え、これはうわー、ええー、感じ、わかんない、いやいやいや、これもう実際に移動中、宮地も経験してる、移動中やっぱせんちゃんが一番うるさい、せいちゃんはよく一緒に移動の時、うん、なんか喋ってますね、あ、喋ってる、で、ニカはずっと YouTube 爆音で見てますね、爆音若いな、まあ、若いじゃん、それでは、もう、まあ、そうそう、はい、うん、はい、あきさん、たいすけ、はい、一体何の番付、相手がですね、はいはい、年下だと分かったら自然に人として下に見てしまう、最低やん、そんなことないじゃん、なんだその CM は、そういうやつおるわ、ひどいじゃん、ひどいじゃん、もうおるわ、最低なやつやろ、おんねん、おんねん、俺が年下だけで、いや、せんちゃんはそういうとこあるわ、行こうか、どう、分からない、ヒントなんですか、ヒント行くか、せんちゃんいい、ヒント言うて、ヒントちょうだいです、ちょうだい、ちなみにこれはね、あ、仕事にまつわること、仕事、仕事にまつわること、もっと言えばこれ多分仕事のジャンルといえば結構バラエティーやな、マジでバラエティーとか、はい、バラエティーそういう情報系のそういう番組、仕事は仕事、ライブとかじゃなくて TBK か、 TBK でこの順位、はいはい、横尾さん、やっぱバラエティーとかこう番組でアンケートにするじゃないですか、はいはいはい、その時のアンケートをちゃんと書く、まあ
正解！え？実際はアンケートのリターンが遅いメンバーなんですけど。そっちか。ちゃんと書くじゃん。リターンが遅い。遅い。なるほど、ね。改めて逆に横尾さんは一番早い。そっち？はい。僕来たらすぐ返しますから。偉い。その分内容ってすっごい短い。いやええねええねん。そして逆にせんちゃん、ね、一番アンケート書けへんの一番考えて書いてるっていうことじゃない一番考えて書いてるほんで採用されんのかそのアンケートされないあかんやなんか一番タッチ悪いから遅いはされへんのかそうエピソードが長すぎて使いづらいいや全然違うのかいや 何書いてたの違うの俺クイズ番組で動向が開くどういうことクイズ番組ってこう前のめりになりすぎて瞳孔が開いてる俺のこれどう当てはまってるえ、何ギャラが安いと手を抜くいや、最低やんいや、俺これ最低やん最低やん、ね、やめてくださいあんの基本センチあんのお前はそれは岡田さんの偏見でしょいや違う、なんかいい岡田レベルの芸人来てもそんな前のめりにならんしいや、わかんないこれがサンドイッチマンやったら背もたれクッとなっとるよ岡田かよ、思ってもうこの感じや、ね、岡田さん、だって見えないと思いますか足組んでるおい見えとるガッツリ見えとる見えないからいや、俺からは見えとんのえ、それで言うと岡田さんって困ったアンケートとかってあるんですかいや、めちゃめちゃあるやんそれどうしてますかていうか、未だにアンケート来るアンケート全然来るよあ、そうですかもう何回も同じネタばっかり書いてあるこすり倒してるほんまにこすり倒してるあそうもう擦り倒してもマネージャーももううんざりやろなまた同じやおいやでもあのアンケートってつらいな、ね、いや例えば我々でいうと音楽番組に出た時もあ音楽番組共演者の方アーティストさん、うん、交流ありますかあるなそう絶対全くない時とかあるじゃないですかうん、うん、あるあるそういう時ってどうしてるんですかいやだからその人のなんか特徴をなんかこう言っていやこういうの聞いてみたいなとかね逆にああそれでええねんそんなエピソードがなかったらとりあえずそれでええねんほんであの結構空白大きいか大きめの字でほんで昔の小学校の作文丸ついた次の行すぐ行ったったからもう初め前半で丸でもすぐ次の行みたいなとりあえず量埋める、ね、量埋めるやんほんまにもうそれも技っすね技これも技やそれ言っちゃう続いていくよ続いての順位はこちら番付あ、3位だあれ俺1位だ1位トモ2位ガヤ、はい、3位ミヤ4位バタ、はい、5位俺と千賀が近いなあこれヒントなんじゃないそうでしょうねこれはあこれはもう今の流れから言ったらもうドンピシャのテーマよな今の流れから今の流れからもう言ったらもう6位もう千ちゃん丸出しやはい、 いやもうこれはこれマジやな、ほんまに1位と6位やだはい、はい、ちょっとこれ、横尾さんこれ一発当てれんちゃうこれ流れていいですかもう特に6位がせんちゃんっていうところでマジはいいいですかはい、ご飯とかおごってくれるうわーこれはもうマネージャーが思ってるわこれはこれも正解にしとくわ、俺は正解やった正解じゃないけど正解にしてくれる正解にするわ、ほんまにはいマネージャーに対して結構おごったりするのどうなったそのご飯行ったらご飯行ったら入ったら怒るあ、みんなそれは無内容さすがにないよね、マネージャーさんと割り勘は割らないですねこれは払うさすがのせんちゃんでも払うさすがのせんちゃんだな失礼だこれからじゃはい、これこれ、はいバラエティで話を使ってもらおうと話を盛らない順うわっうわこれはたまちゃんシンプルそしてせんちゃんこれ森よんねこの男これも正解これも正解これも正解正解なのか分かんないから正解の森よんはほんまに持ってないから、ヒントこれはですねこれは、まあ、マネージャーはじめスタッフに対するある順位です対する、うん、スタッフに対しての、まあ、だからマネージャーが横で見てんのかないろんなマネージャー以外のスタッフに対しての番組スタッフであったりあとコンサートのいろんなスタッフおる中でああなんかこう思ってんだ1位はやっぱたまちゃんみたいなちょっとさ1位がポジティブなのかネガティブなのか見てくださいはいこれですか、はい、これ1位は素晴らしい1位です最悪だ分かった分かった分かったこれは本当にだからこの流れで最悪だ今2回で当ててくれはい裏表がない順あーまあまあそういうことやねんけどなおーそういう結果スタッフに対してどうなのかはいはい横尾さん優しい正解
すいません、ボケないですいません。いや、いいです。ボケないです。ボケないです、すいません。主なメンバー。スタッフのメンバー。要するに、たまちゃんが一番結構スタッフに対して思いがある。いやいや嬉しいけど、はい、もう下のメンバー結構複雑なのかな。そんなことないし。具体的なエピソードいや、これはもう、これはマネージャー。ちょっとマネージャー集合。やめろそういうことや。そんなところや。エピソードはちなみに、はい、いただいているエピソードで言うと、1位タンオリさん、うん、定期的に私服や私物を、マネージャーにあげてるあげてる、はい、物で釣ってんな釣ってるって言うな釣ってんじゃないよそれなお年玉もあげてるもんねお年玉もあげてる、はいはいはい、ちょっと俺もお年玉あげてる俺とかやあげてるイメージがある、はい、センちゃんの何かありますちょっと逆に6位取り過ぎ上位3名に関しては理由皆さん書いていただきますが下位3名に関しては空白というか1個ぐらいあるやろはいね、これはもう1個ぐらいあるだろ朝早かったら缶コーヒー渡してるんだよでもさ、岡田さん聞いてくださいこれ上の3人が優しすぎるっていう可能性もありませんえだって何、私服をあげる必要なくないですかいや、別にあげる必要なくないとしても、あげるという思いになんねんから、まあまあ、契約にないもんなそういうことだよそうなんだけど悪くなってきてやめやめ契約とか俺たちは今俺たちのことを何とかフォローしてるそうやなんとなく二課線が契約ないもんな分かるこの5位6位あなたは頑張ってむしろ3位の方がいいなんで自らセンちゃんの下に行こうとしてるすいませんそっちの方が面白いから面白いからまあでもいいな、こういうの聞けることないからないやろ、なかなかいいの聞いた話によるとさ、まあこれ急遽ね、岡田さんオファーできたってなって、はい、じゃあこの企画で行こうってなって、うん、まあマネージャーさんにアンケートをマネージャーさんに聞いてみたら面白いんじゃないかっていうね、うん、チームで、うん、で、結構マネージャーさんほら普段ガス抜きできないから、はい、めちゃめちゃこのアンケートも前のめりだったらしいですうそや見てやろうね、いや見たいなそれで行こうや結構バラエティっぽい感じやってるけど、はい結構もう内心がボンといやちょっとあと横のところだけ全部そういうことだよ続いての番付もう一個ありますはいこちらあ元さんもうやだもうまた俺がいやこれさすがにあれじゃないもうねもうこれはちょっとパーソナル1位がいいってことパーソナルのこの人はこういうので一番パーソナル個人的というか人間的な話やなでもガヤさっきはなんかスタッフどなんやけどこれ今回はもうパーソナルの、まあ、ある意味人間的な部分での番付人間的な部分での番付はいはい人間的な性格とかいろいろあるやん性格で一貫してることですよね、はい、一貫してて1位か6位に順位そう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 ちょっと自分で聞くのはあれですけど1位はもちろんいいことこれはね、やっぱり特にやっぱこれからの今の時代特にいいことやね、これはふざけんなよ今んとこ最低な人間ではなかったこれからの時代これからの時代と今の時代よくほんと言われてるもうこれは大事なことやからはい、はい、もう2回言った、はい、行こう、1位大輔、6位せんちゃん何の番組はい、プライベートでも仕事でも、はいはい、人として失言が少ない、はい素晴らしい。そして失言王子。失言王子が。失言あかんね、ほんまに。これ結構書くのも大変です。センちゃん傷ついちゃう。確かに。いや、ミカはそう思ってるってことは。いや、俺は5位。意外でも5位だからね。ボケ。横尾さん、ボケ。ボケ。ボケ。ごっつぶれてる。なんかほんま、ちょっと待って。少年院の面会みたいになってる。ボケよ、ボケ。ボケや。ボケよ、怖っ。ボケや。はい、お願いしますこれだったら嬉しいなって1位なんではいはい1位あのもし退社したとしてもついていきたいデリケートやないボケの割にはデリケートやないそんな罰ゲーやないボケの割にはデリケートもしはいはいボケやからはいお願いしますハラスメントしないやめせすいませんこれもなんか危ないボケやからいろんな腹あるけどボケやからせーちゃんがはいはいボケで頼むよはいはいギャラが安くても仕事をしてくれるあこれはそして結果ギャラに厳しいボケやからギャラに厳しいボケやからやめてちょっとだからあれですよ
ヒントくださいヒントね、はい、もうこれね今の時代よくなんかテレビでもよく特集してるわ、うん、このやっぱ今のこの時代やっぱこうした方がええじゃんコンプラじゃんあはいはいもう単純に単純に、人として好きいやいや逆に最悪やで傷つくよマネージャー仕事できねえじゃんマネージャー総特化よ距離取るだろこれ一本目にするぞ人として人としてまあこれからの時代今の時代やねなんかもうようもうテレビでもようやってる特集でやってますよ、うん、やってるやってるああもうなんちゃんでやってる特にえなんちゃんでやってるえ特に昼帯でやってるでもはい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 、はい、老後安心やってるけどいやいやちょっとそういう特集やってるけどやってますよねやってるけどね少子化でねとか、ま、老後絶対あかんねんもう金使いまくってもう金貯めてないから、はい、あもうこれもヒントや、はい、今のちょっとポロッと言ってもらうヒントや最後タマちゃんここ、はい、貯金だ、はい、貯金ちゃんと貯金してそう正解しましょうということで実は節約かなメンバーということでマネージャーがみんなの近くにおってそう感じんねんそう自分であんまりさ認識しないなんかエピソードあんのかな、これ何これほんまに領収書の管理をしっかりしてあー、それ先生に言われてるからあね、それ税理士さんにそれみんなに言われてるけどきっちりやってるね逆にせんちゃんとかあんの、うん、お金使いが荒いあそういう逆にそういうイメージがあんねや空白出た空白出た空白おいじゃあ声にするんだったらせめて理由よこせ実際節約どうなのそのあたりはみんな節約みんなしてるどうしてはいるしてますよしてますよしてないしてないの全然節約してないですえ漫画ばっかり買ってんのかまた漫画ばっか買ってるし、うんうん、なんかもうアプリもうゲームとかも息をするように課金してます呼吸とともにそれはやめてもそういうなんかキスマイと絡んだから、はい、そのやっぱ本を初めて出したとかはもう買いに行ったりとかってやってくれるんですかあ確かにやっぱ買ってくれてるんですよね見れたからやっぱ後悔や来たこといよいよ、いよいよこんな早い段階で後悔になるとはやめろ、見た、見てないとか見てたでしょとかやめてもう買ったでしょじゃあ後であの本渡すんで、はい、あの来週ぐらいに感想文を出すいや、ちょっとやめてせめて代引きのお金払うからそんな感想文は無理やもうやめてよ、ほんまにもう大喜利コーナー大喜利キスマイ新メンバー衝撃の応募条件とは応募条件がもう何決定やめろ何やってんのお前は電動マイクね女